こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはライカ M 型の前身モデルとして、非常に長くにわたって製造されましたライカ、バルナックライカというですねモデルになりますね。でもってバルナックライカのこちらがですね 3F というモデルになっております。シリアルが632456ですので、だいたい1953年頃の、製造ですね。でライカ、ドイツ製のライカ 3F ということになりますね。でもってその中でもここのシンクロメモリですねが赤い刻印で描かれております。通称レッドダイヤル、レッドシンクロとも呼ばれるモデルとなっておりますね。はい。で故障の少ないですねセルフタイマーなしのモデルでして、とても人気が高い、はい、モデルとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。はい。で今回はですね、まあ、おまけですけれども、こちらのキャノンレンズですねがついております。 50mm の F1.8 のですねポピュラーなモデルのレンズが付属しております。バルナックライカ L マウント互換の、はい、キャノンモデルの、はい、レンズが付属しております。はい。では外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、目につくすれ当たりへこみとか、こうトップカバー端から見てもそれほど見られない、だいぶ綺麗な状態と言っていいですね。はい。こういう肩の部分に多少のこう、擦れが見られる程度ですね。こちら側は綺麗ですね。アイレットの削れとか、肩の部分に当たりへこみ、擦れなど見られないですね。はい。こちら側の、ダイヤルトップなどにも、メッキの擦れ、当たりなど見られないですね。フロントも綺麗です。フロントダイヤルのすれも見られないですね。マウントも綺麗。底蓋も三脚の跡とか地面に置いてガリガリってやってしまったりとかですね、落下して当たったりしたような跡も見られないですね。はい、大変綺麗な状態キープしております。針側も綺麗ですね。こう剥がれたり かけたりしやすい部分もしっかりとしておりまして、こう浮いたりパキパキもしてませんね。はい、手にしっかりと馴染む状態をキープしております。はい。ファインダーも綺麗ですね。フロントから見て曇りカビ、バルサム切れなど、見えない状態です。接眼部から見てももちろん、はい、アイピースも綺麗ですね。曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリの混入なども見られない、大変クリアな状態キープしております。この左側の穴がフォーカシングファインダーですね。ピント合わせのファインダー。右側がフレミングファインダーですね。の左側のフォーカシングファインダーも、二重像、縦ずれもなくですね、くっきりはっきりコントラスト強く見えておりまして、ピント合わせ、フレミングともにですね、何のないファインダーをキープしております。はい。では、シャッターをチェックしていきます。この上側のダイヤルが25分の1以上の高速シャッターですね。で、それより低速はこちらのフロントのダイヤルで調節いたします。はい。1分の1秒からチェックしていきましょう。これ1分の1秒ですね。はい。はい。しっかり刻んでますね。はい。安定しております。次が2分の1秒です。いいですね。2分の1秒も。はい。しっかりしてます。次が5分の1秒。はい、いいですね。しっかり可変して安定して切れているのがお分かりいただけます。はい。低速にシャッターの粘りとか膜のクレなどないのがお分かりいただけたと思います。はい。ではこの上側のダイヤルに移りまして、1分の1秒、はい、中速のシャッターを見ていきます。はい。シャッター音も変わりまして、こちらも、はい、非常に順調に切れてますね。はい。この巻き上げシャッターチャージもですね、重くなったりガリガリしたりせずにスムーズに、はい、巻けてますね。はい。シャッター巻き上げとシャッターの動きともに何のない調子よく切れているのがお分かりいただけます。はい。底蓋外していきます。底蓋外しても金属の腐食、錆、汚れとかないのがお分かりいただけると思います。はい。スプールも、はい、オリジナルが付属しております。底蓋もしっくりと閉まってますね。はい。こう
硬すぎたりとか、緩すぎたりもしませんね。はい、そしてレンズですけれども、こちらのキヤノンレンズも綺麗ですね。こう見た感じ、擦れ当たりへこみとかローレットの摩耗なども見られずに非常に綺麗な状態ですね。まあ、おまけとはいえ全く申し分ない綺麗な状態キープしている個体となっております。レンズも前玉後玉ともに擦れ傷引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗などもなく非常に綺麗な状態キープしてますね。はい、絞りの動きも滑らかですね。はい、羽が傷んだりとか油が乗ったりもしてないですね。ピントのヘリコイドも一定のトルクで、はい、スムーズに動いております。無限ロックもしっかり効いてますね。はい、これですね。中玉にも曇りカビなど見られずに非常に綺麗な状態キープしてますね。後玉の一番こちら側ですね、一番後玉の内側がですね、若干ですね 0.5 ミリ幅ぐらいのちょっとバルサメがちょっと見えるかなという感じですけれども、もちろんイメージサークルにかかっているものではありませんので写りには全く影響はありませんけれども、一応ご留意いただけましたらと思います。まあ元よりおまけだと思っていただけたら幸いですね。はい、こんな感じで、はい、付属いたします。でもって本個体ですけれども、まあボディの方ですね、熊本の中村工学様においてオーバーホールを施していただいております。シャッターとシャッター膜も交換してもらってますね。で巻き上げ送り、カウンター巻き戻し、全て分解調整してますね。それとファインダーも分解清掃して、距離計ピントですねも分解調整してますね。はい、分解清掃調整しておりますね。はい、ということでオーバーホール済みのライカの、はい、こちら、バルナックライカの代表的なモデル、バルナックライカ 3F のレッドダイヤル、セルフなしモデルとなっております。おまけのキャノンレンズ付きですね。オーバーホール済みの1953年の、ドイツ製バルナックライカ 3F となっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。